夜にかけるとかのね、はい、コード進行のねような形も作ることができますと。これさえあれば名曲作れます。古代広告になってて。こんにちは、音楽家の吉田茂です。今回は YouTube の広告でやたらと見かけるミディパック、音楽系の動画よく見る方はその広告見たことある人多いと思うんですよね。だからやたらとミディパックみたいな感じで、こちらね、正式名称はミディコードパックって言うんですけど、今回ね、自ら実験台になろうと実際にミディコードパック買ってみました。今回はそのミディコードパックの内容と実際使ってみての感想とか使い心地、そのあたりをねご紹介していこうと思います。それではどうぞ。はい、ではミディコードパック購入しましたので中身見ていきましょう。はい、で中身としてはミディコードパックって何なのかっていうと、一言で説明するとミディのコード進行集なんですね。こんな感じの中身になってます。はい、ミディとはよくわからない方のためにご説明すると、パソコンが読む楽譜のようなものです。今イメージ湧かなくてもこの後ね実演していきますので大丈夫です。でこのミディコードパックは VST みたいなこう楽器だったり何かをできるようなソフトウェアではなくて、まあ単純にコードだったりとかコード進行をあらかじめミディとして入れてくれているみたいな形となってます。ではどんなことができるかね、はい、見ていきましょう。で今キューベス立ち上げてるんですけども、ここのそれぞれのトラックにそれぞれの楽器を立ち上げてます。ピアノとか、はい、ここはシンセのブラス、ギターで、ストリング、こんな感じで入ってます。で、ミディコードパックっていうのはこんな感じで中が、各キーごとに分かれてますね。なので12種類のキーごとに分かれてて、で中を見てみると、これ C メジャー Am キーを見てみると、これ1,2,3,4に分かれてて、1がまあ普通のトライアドなんで、3和音のコードが入ってます。これを持ってくると、よいしょって C を置くと C を弾いてくれるみたいな、はい、よいしょ CFGC みたいな感じで並べて、はい、まあすごくシンプルですけど、こういう簡単にまあコード進行が作れますよみたいな流れになってます。中身もう少し詳しく見ると、こんな感じになっていて、3和音って言ってるんですけど、まあピアノ弾くときってベースも一緒に弾くんですよね。なのでここが C になってて、でソードミーがあって、まあ C っていうは3和音はドミソなんですけど、まあそれが入ってるみたいな感じです。で、さらにもう少しこう広げたような、コードが入ってますね。 C に対して、C メジャー7だったりとか、手前いわゆるテンションコードと呼ばれてるもの、はい、が入ってますね。 C メジャー6アド9、うん、結構複雑なコード入ってますね。 C メジャー7サス2、 C メジャー9、 C メジャーアド9とか、ちょっと入れてみますか。こんな感じで、はい、はい、こんな感じでテンションが入ってるので、この D が入ってることによってナインスが入ってるので、まあちょっとおしゃれな雰囲気作ったりもできますよという感じですね。マイナーコードとかも入れてみましょうか。マイナーイレブンとか、はい、続けて聞いてみましょう。うん、もうなんかおしゃれな雰囲気出せますね、はい、って感じで、この3つ目が、ボロードモーダルコードなので、別のキーから借用してきたりしてるコードですね。まあ、こういうのも合わせて使えますよと。ただこれちょっと流れに沿って使わないといけないですけどね。例えばじゃあ普通のコードも持ってこないといけないですね。まずはじゃあ F メジャー7とか持ってきて、ほで、よいしょよいしょ、めんどくさいですね結構この行き来が。7とか入れて、うん、でじゃあ6度マイナー7とか入れて、よいしょ、入れて、これめんどくさいな、11、で、よいしょ、17と、17ないんか、1の17がないので、まあまあメジャー7とかこの辺入れときます。はい、こんな感じで、
こんな感じでちょっとおしゃれなコード進行とかも作れますね。ちょっと最後違いますけど、まあ、最近流行りのコード進行、丸の内サーディスティックとか夜にかけるとかのね、はい、コード進行のね、はい、ような形も作ることができますと。そして4つ目が、まあ、一番有用かなと思うんですけど、もうコード進行になってると、はい、これ度数でいろいろ書いてありますけど、はい、先ほどやったような感じでポチポチ選ばなくても、進行でね持ってこれると。ただまああらかじめ用意されてる進行しかないので、その辺はまあこの24個の中から選ぶしかないんですけど、適当に入れてみましょうか。こういう感じで入れて、はい、はい、こんな感じでいろいろコード進行が入ってます。この辺はね、まあ、作曲する時のヒントになったりするので使えるかなと思いました。でアドバンストのコード進行も入ってて、ちょっと適当に入れてみますね。よいしょって入れると、この辺だとイレブンスとかシャープイレブンスとか入ってるので、ジャズっぽい響きとかね出せるようになってますね。この辺は結構ね使えるんじゃないのかなと思います。でこれが内容は同じなんですけど、各キーに対応できるように入ってます、はい、といった内容ですね、中身としては。はい、なのでコード進行入れてみて、最初にお伝えしたようにMIDIなので、これはただの楽譜情報となってますんで、他の楽器でこのコード進行を弾かせることもできます。今2トラック目には、シンセが入ってるので聞いてみましょうか。はい、で、合わせて特典として無料でこういうリズムトラックも配布してくれていたので、まあ、リズムとかと合わせて聞いてみましょう。まあ、なんか雰囲気いい感じになりますね。はい、でまあもちろんアコギ、3トラック目のアコギで弾かせることもできると。こんな感じで、ストリングスでも弾く、はい、こんな感じです。で、まあ、リズムに関しても各ジャンルで10種類ぐらいかな、各ジャンルにつき10種類ぐらいのリズムトラックを入れてくれていました。はい、でこういうディスコみたいなリズムがあるので、じゃあディスコ入れてみますか。うん、でよいしょ、はい、こんな感じで簡単にね、そうですね、8小節のループとか4小節のループとかを作ることができます。はい、といった内容ですね、基本的には中身は。はい、で、あと買った時に特典としてついてきたのが、ユニゾンセオリーブループリントってやつとかで、まあ、音楽理論が学べる本、まあ、全部英語なんですけどが入ってます。とこれと、もう一個これ、まあ、ミディをどういう風に扱ったらいいですよみたいなのが全部英語なんですけどもらえました。はい、まあこれは知ってる方も多いかなと思うんですけど、翻訳のサービスがあるので、これで PDF に読ませて日本語版にして、まあもちろん完全に正確ではないですけど、かなり正確に訳してくれますので、その辺使ってちょっと音楽理論の知識がまだあんまりない方は、見てみるといいかなと思います。はい、こんな感じで僕ももうすでに日本語化してます。こういうのが特典でついてきました。中身としてはね、このような内容となっておりました。では続いてね、実際に使ってみて、中身見てみての感想をお伝えしていこうと思います。
ミディコードパック中身の概要をね、見ていきました。でね、まあ実際使ってみて、うん、内容ね、悪くないと思うんですよ。使える部分も結構あるかなと思いました。で、ただ人によってはこれ全くいらないのかなとも思いましたね。音楽理論をすでにある程度わかっている方で、鍵盤も弾ける方は、このミディコードパックは必要ないと思いました。で、逆に、まあ完全なる初心者の方とかにとっては、ちょっと不親切なところもあるかなとも思います。まあいきなりさっきのような C とか D フラット D とか書いてあるやつを羅列されても、まあどれ使ったらいいかもわからないし、どういう風に並べたらいいかもわからないと思うので、いきなりこれ渡されても困っちゃうかなと思います。まあ一方で適当にさっきのコード進行のものを入れて、リズムも適当に入れると、一つのループっていうのが出来上がるので、DTM 始めたての方とか、あと、ループ系のね、ジャンル。例えば、クラブミュージックとかヒップホップとか、そういうジャンルのトラックメーカーの方とかにはかなり使えるのかなと思いました。だし、まあ普通に曲作る時とかでも、先ほどみたいなループを適当に流して、なんかこうメロディーつけてみようかな、みたいなところのアイディア出しには使っていけるのかなと思います。あとあれですね、ギターが得意でギターの曲作りはできて、もうコード進行とかも自分で作れてる方で、鍵盤が逆に苦手の方は先ほどのようにコードポチポチして入れていけるので、そういう方にとってはすごく便利なのかなと思いました。でこれね、僕ね YouTube の広告からそのままリンクして買ったので、値段が 60% オフで買えて27ドル、日本円にすると今のレートだと約3800円ぐらいで買えました。3800円って考えると高いかな、自分としてはちょっと高いかなと思いますね。2000円だったら買ってもいいかなぐらいに思いました。はい、これが高いと思うか安いと思うかは人それぞれだと思うので、普通に今ホームページでいくと47ドルとかで、多分広告で見るとさらに安く買えるっていった形だと思います。なので今回の動画を見て、あ、これ結構使えそうだなとか思う方は、概要欄にリンク載せておきますので、ぜひね、見てちょっと判断してみてください。はい、であとあれですね、注意点としては全て英語なので、英語が苦手な方は注意してください。基本もう今の時代、さっきの DeepL みたいな翻訳かければ全て読めると思うので問題ないかなとは思うんですけど、めちゃめちゃ英語が苦手な方は結構苦労するかもしれないので注意してください。それとやたらとね、これ買えこれ買えとアップグレードしろよみたいなのを勧めてくるんですよ。僕もミディコードパック買った時、次にはこれ買えみたいなのを勧めてきたりして、名曲のコード進行集みたいなのを、買えみたいなのとかどんどん勧めてくるんで、まあそれももちろん必要だったらいいんですけど、必要じゃないものも多くあると思うので、その辺も気をつけてください。はい、で一番気になった点としては、ユニゾン社のミディコードパックの広告の仕方が、まあこれさえあれば名曲作れますみたいな感じで、結構古代広告になってて、実際いざ買ってみると、まあコード進行が載ってますよってだけなので、曲作るためにやらなきゃいけないことってめちゃくちゃ他にもあるんですよ。まあ、メロディー作ったりとかリズム作ったりとか、コードがもう今のだとほんとただバーンってなってるだけだったんで、コードのリズムも変えなきゃいけないですし、ベロシティって言って強さだって変えなきゃいけない。はい、これだけで名曲を作れるわけがないっていう感じですね。はい、なのでまあ結構古代広告的な売り方してるので、まあ、それは結構いただけないかなというふうに自分は思います。なのでぜひね、皆さんも実際にサイトを訪れてみて、今回のまあ僕の動画も見てみて、必要そうだなと思った方はリンクからぜひね、チェックしてみてください。はい、最後までご覧いただきありがとうございました。今回はユニゾン社のミディコードパックご紹介いたしました。いやいや、もうやたらとね広告に出てきていたので、自分も中身どんなんだろうなぁと思って見てみたんですけど、実際にね触ってみて中身知れたのでだいぶスッキリしました。まあ結構このなんだろう、古代広告な部分はあるんですけど、使い方によってはループミュージックとか特に便利に使えると思いますので、自分に合ってそうだなと思う方はチェックしてみてください。この動画が少しでも役に立った、気に入っていただけましたら、グッドボタン、チャンネル登録のご支援をよろしくお願いいたします。それと僕ね、SNS、Twitter、Instagram やっておりますので、そちらも概要欄からフォローいただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。